さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回は海と日本プロジェクト in 島根オリジナルイベント、水槽から見つめる未来の海プロジェクトをご紹介します。子どもたちは3回にわたって実施されるこのプロジェクトで、日々の何気ない行動が海洋環境に影響を与えていることを学びます。まずは松江市七類海岸に海の生き物を捕まえに。身近な海の生き物を知る、それは身近だからこそ生活の影響を受けやすいということを知る良いきっかけとなりそうですね。さあ、どんな生き物を捕まえたのかな。エビとカニとヤドカリ発見しました。岩のなんか下らへんにいました。ほとんど貝とエビばっかです。魚は見かけるんだけど、いつもこの網に入らずにどっか行く。水温測定や水質測定も体験した子どもたちは、水槽に入った海の生き物とともに TSK 山陰中央テレビ本社へ移動。でもなぜ？実際に島根の海に行って、どんなお魚がいるのか、どんな生物がいるのかと、どんな島根の海洋環境なのか、水温が何度で塩分濃度がどれぐらいでっていうことをこの子どもたちに知ってもらって、それをこの水槽に反映するためのワークショップを行いました。なるほど、この水槽の中には島根の海が再現されているんですね。参加した子どもたちはオンラインでこの水槽を観察することができます。さらに、ご飯を残した、テレビをつけっぱなしにしたなど、子どもたち自身の日々の行動記録が水槽内に変化を与えるそうですよ。面白いですね。ご飯を食べ残したりせずに海に影響が出ないようにします。次回のワークショップの様子も後日ご紹介します。お楽しみに。海と日本。